やっぱり全ての面においてファンを楽しませるであったり喜ばせれる選手になりたいなと思います。まあ、本当に自分たちのプレーであったり結果でその応援してくれてるファンの気持ちを揺さぶれるわけじゃないですか。まあ、そういう笑顔にできたり悲しくさせてしまったりっていうことを僕たちは背負ってるので、やっぱ感謝してプレーしないといけないと思いますし、まあ、あとはやっぱチームを勝たせれる選手になりたいなって思います。まあ、やっぱりそのゴール前での駆け引きであったり、まあ、自分は結構そのヘディングであったりっていうのは自分の武器かなと思ってます。逆にでもそこは僕の課題でもあって、僕は前まではやっぱりそういうクロスに対して後ろから叩くであったり相手に勝つか自信はあるから止まってプレーしてることが多かったんですけど、自分が先に触るっていうところであったり相手より先に飛ぶであったりっていうところの駆け引きが自分にもできればもっとゴール前で脅威になれるんじゃないかなっていうふうに思ったので、そこはすごいこう自分の身にしたいものですね。点を決めて試合に勝った時ですね、もう何ですか、これから先こんな気持ちいいことがあるんかなっていうレベルですね。引退したら多分もう感じられないと思いますね。なんで何回も味わいたいですね。今年からヤマハスタジアムでプレーできることをすごく楽しみにしていますし嬉しく思っています。このスタジアムでたくさんの勝利とたくさんのゴールを取って皆さんを笑顔にできるように精一杯頑張りたいと思います。今年1年応援よろしくお願いします。